粒の子に、おいって、いい、行かないよ。行かない、わかる。怒ってる時はもう、な、見たもんな、うん、熊本でもここでフラッシュたかれて、ずっとついてくるやつとかを言ってるだけじゃん。うん、YouTuber 自体、インフルエンサー自体がもう盗撮 OK みたいな、まあ確かに。やるから、そうだね。YouTuber みんながやってほしいの。盗撮してきたやつは晒す。盗撮来たら晒す。万引きしたら捕まる。人殺したら捕まる。もう、その概念があるから、みんな理性が働いて人殺すのは何の、うん、でも撮ってもみんな、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、もうの概念で、俺が撮ったら怒るから、うん、え、なんでみたいな、なんで怒られたんだよ。ああ、確かにね。そう、うん、ポイ捨てしたら基本的には罰を受けるもんね、うん、ダメなもの。でも、うん、基本的にはさ、罰受けない、うん、で、なんか捕まったら、え、なんでポイ捨てだってなってるようなもんなの。まあ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 、確かにね。そうね、悪いことだから、うん、確かに盗撮は、うん、行ってこう、みんなで、うん、撮影してるから、うん、目立ってるから仕方ないみたいな、うん、まあ、いいよ、別に100歩譲って目立って撮影をしてるから、うん、遠くからバシャンとかになるけど、うん、近くまで来てフラッシュを体で撮ってたら、うん、ずっとピカピカ光らしながら動画を撮ってんのは、もうそれはもうお前が悪くなってくるやん。そう、まあ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 、確かに。それを俺がちょっと注意して、いや、スマホこうやってね、うん、口で言って聞かないから手でこうやってやったら、うん、ええー、叩いたなんだよ。まあ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 、難しいな。上げ足取りやな。すごすぎるで、向こう側。ああ、そうね。えぐい、無敵、マジで。確かに。サイン断ったら、え、さんまさんはあの箸の入れ物に昔書いてあげて、その人がずっと持ってたから、こあ何にでも書いてますみたいな。うん、いえ、ファン室違います。さんまさんのファン室めちゃめちゃいいファン。その年配の方やら子供やらみんなから愛されてる。そんな人たちじゃない。まず俺たちの規模考えろ。俺らがこんなんなんだから、ファンもうこんなんなんだから。こんなやつらがもうなんかね、え、帰れよ帰れよみたいな。そんなの来るから怒るって。俺らのファンがさんまさん言ったらさんまさんぶち切るわ。まあ、あの感じ、こんな感じやるから。確かに確かに。いや、前歯出てきますから。怒って前歯伸びるとかないわ。もうグーだから。いや、でも確かにな、盗撮のは本当し難しいよね。そう、この話をするのはちょっと、いや、でもまあ向こうが完全に悪いから。でも福レナとかめっちゃ長いわけじゃん。もともと盗撮の文化ってあったの？ずっとあった、ずっとある。昔の方がやばい。もう、あ、昔の方がやばいんだ。回転寿司食べてたら斜めからずっとこう、超分かりやすい角度でこうやってやってきたりとか、すごかった。今の方が落ち着いたっちゃ、逆に言うと。あ、今の方が全然落ち着いてると思う。あれで昔はもう、そうなんだ。渋谷での子供ならあれだ、お母さんとか。そう、お母さんがする。こうやってやってんの。そう、お母さんがする。うちらもユニバでお父さんに取られちゃう。だからもういいもんだって錯覚をして、そう、ああ、まあ確かにね。でも子供はやめてって言ってるのに、お母さんもうせっかくやからってこう映り込ませたりとか、家族と一緒におるのに映り込ませたりとかしたり、結構むちゃくちゃやってたなと思う、昔は。で、いっちゃムカつくのが、写真撮って、例えば後からそのメンションとか来たり、そのツイッターとかに載ってたりするんだけど、なんか知らんけど有名人おったみたいな。どんなやつじゃん。俺はあんま知らんけど見たみたいな。俺は興味ないけど、みんなが騒いでるやつらでしょみたいな。そう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 。お前もその一部だからな。なるほどね。あれめちゃめちゃムカつく。確かに知らないからね。もうそれも俺ともつ。いや、さんまさん、さんまさんが知ってるか。え、だってされてる。俺がもう。ああ、出るか。確かにね。そういう問題多いよね。怒らない奴らが大人で正義みたいな。あ、むずい、本当にそう。上の人たちがそういう対応も正解だよ、それは。だって上だったら上だほど、怒ったら怒っただけダメージもあるから。それはもうその人の判断だよ。正しい正しくないじゃなくて、見え方ね。別に怒るのが普通だから、まず。それを怒らない判断にしてる、いい判断です。でも僕は怒ります。覚えておいてください。携帯に投げます。テレビ住民トイレです。携帯投げます。投げ、もう半分の期間があって携帯投げる。でも投げるのは受験のレベルがあって、フラッシュまず、あと接近戦、目の前、ここ、もうクラブとかでフロア行こうよみたいな、踊ろうよみたいな、音聞こうよって時もこの距離なのよ、この携帯が。近いもんね。それはさすがに嫌やっていうので、この距離だったら手掴めるからパン捨てるね、受験は。捨てる、もう下に全部ないと。自分でどうぞ探してください。普通に常識的におかしいもんね。ここでフラッシュタイで、もう目も痛いし、もうこの距離何みたいな。だから非常識には俺も非常識でいくから、もう頭のおかしいやついくから、携帯とかパッてな。わけわかんない。ガキにしか怒れないみたいな。怖いやつ
とかには怒れないと言うけど、うん、怖い人はそんなことしてこない。確かに。じゃあお前はそのもしこれがとんでもないでかい方に格闘家がもし取ってきたらどうするんだって、うん、なんかあんで同じ対応すんのかみたいな、うんうんうん、そんなことしない格闘家さ、されたことない、しないしない、うん、もうなんかでかい人にされたことない、そうなさやつがさ こんなことしてる。確かにね、そんなことしたら見たことない、うん、ない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 、チビザルみたいなやつだからみんなこれチビザル、ほぼチビザルだからやってる全員、うんうん、だからなんか それ言うよ、うん、まあそう、万が一それはもちろん巨人格闘が盗撮してきたら、うん、もちろん言えないよ、言えないんだ、いやもう怖いし、でも一応やめてくださいね、うん、うん、それはね、注意は言うけど、でもそんな今までないから、うん、ないね、うん、そうだな、盗撮はこれね、なくなることがあんのかなと思うね、ないと思う、ないでしょ、ないでしょ、だってもし自分が一般人だったらガチャって取っちゃう、だって友達とかにいたんだけど、うん、言いたい気持ちも分かっちゃう、気持ちも分かる、うん、でもさ、みんながこう子供とかできた時が一番かわいそうだなって思っちゃう、この子供が、あー子供も取られちゃうからね、そうそうそう、子供も取られて、あー、まあ、ストーリーとかあげたりとか、確かにそれはちょっと、そう、地元でいたとか言われたらさすがにね、住んでるとこまでこう特定されそうやん、なるほどね、確かに確かに、だから俺とかも、うん、まあ、ジュキアとかのクラブ行ったりして盗撮、うん、された、うん、メンションとかされるんだけど、ジュキアと JP とあやちゃんいたって、あやいないの、もう俺らのとこにいる女の子はあやだと思うの、そういうのがあるから、不思議だよね、うん、すごいよね、もう見てないの、よくないね、本人って分からず、もうあやっていう、確かに判断してんだもんね、うん、勝手に、だから一回どっかでもあのインフルエンサー革命を起こそう、その期間、うん、全員盗撮されたらブチ切れる、でヤマトそういう革命起こしてくんないから、あ確かにね、でもヤマト君のおかげで本当に減ったと思う、確かにマジで減った、めっちゃ減ってると思う、確かにね、あそこから減った気がする、なんかもっとね、なんか運動会とかでさ、うん、集めんじゃん、うん、そんなんじゃなくても、うん、みんなで一回盗撮起こりましょう、あー起こりましょうウィーク、起こりましょうウィークウィークブチ切れウィーク、うん、コラボウィークじゃなくて、各地方俺取られたやつらが何しとんじゃん、そうで、ヤマトもほんと芯ブレだよね、すごいよ、すごいよ、登録数20万人ぐらいの時から怒ってるの、うん、あ、そうなんだ、もう一緒にね、最初コラボしてるぐらいだから、ほんとにすごかった、だからもうすごいなって思う、で、あんだけさ、今もキラキラしてるやん、うん、いい、もうイメージも相当いい、うん、けど、ちゃんとブチ切れるんだみたいな、うん、まだ未だに盗撮にコメントとブチ切れるから、うん、それすごい、すごいいいなって思う、だからヒューガ的ポジとかさ、うん、ユータ的ポジ、うん、あれ絶対いるの、あれ、うん、まあまあやめ、あまあそうだ、そうだね、じゅんぺいさんは喜んでんだ、なんか時期なんてやったイケイケみたいな感じ、お前もっと、いやまあ時期時期時期みたいな、うん、そのあれがなんかボケのツッコミみたいな、うん、一人でボケまくりみたいな、確かにやんないと、あれ一応形上、うん、あれやったらだいぶ効果が良くなる、確かに、うん、確かに、もう俺マジイケイケだから、うん、ジュリア行けってダメダメジュリア盗撮、ジュリア盗撮、ジュリア盗撮、俺ら街で2人で激ダサやってんの、やったー、そうそう、なんか変えてこ、マジで、うん、変えてこ、変えてこ。